ボクシング解体新書。井上尚弥対ポール・バトラー。バンタム級4団体統一戦。バトラーを解体して、試合展開を予想します。まず、井上選手が記者会見で語った言葉を紹介します。対戦相手の、ポール・バトラーですが、非常に、まとまった選手で、穴のない選手だと、思っています。と、対戦相手へのリスペクトを示しつつも、試合の内容ですが、自分の中では少しずつ自分のボクシングで、弱らせていき、仕留めるイメージを持っています。その中で圧倒的な、力の差にして、4団体統一を、成し遂げたいと思っていますと意気込みを語っています。少しずつ弱らせるという言葉は、バトラーがディフェンシブな戦術を取ってくることを想定して、長期戦を見据えて戦う準備をしていることを意味していると思います。そして記者から、バトラーの警戒すべき点を問われると、数秒間考え込んだ後、具体的な答えが思い浮かばなかったのか、次のように答えます。そうですね、警戒すべき点というのは、そうですね、倒されないボクシングというものを徹底されたときに、自分がどうボクシングを展開していくかというものを今すごく考えながら、準備をしている状況です。警戒すべき点は即答できませんでしたが、井上選手の今回の試合のテーマが見えた答えでしたね。井上選手の強打を警戒して、ガードを固め、足を使ってリングを動き回ることを想定して、慌てず騒がず、ジャブを軸にじっくり時間をかけながら、選手防衛の相手を崩し切って、中盤以降に KO で仕留めるイメージを持っているんだと思います。ドネアやマロニーやロドリゲスのように打撃戦を挑んでくれれば、3ラウンドあれば相打ちや得意のカウンターで倒しきれると私は思いますが、確かにバトラーは彼らのような好戦的な戦い方ではなく、手数は少なく、よりガードは高く、よく頭を動かして守備の意識が高い選手です。強いて言えばジェイソン・マロニーがより守備的になったような戦い方をする選手だとイメージしてもらえればいいかなと思います。ポール・バトラー、1988年生まれの現在34歳、ボクサーとしては今が成熟期と言えるでしょう。身長168センチ、リーチ165センチと、身長の割にはリーチが短く、身体的な優位性はなく、むしろ身長165センチながらリーチが171センチもある井上選手の方が身体的には優位に立ちます。戦績は34勝2敗、 15KO、 過去10戦では KO 勝ちはわずか2つと、対戦相手の質が上がるにつれKO の数が減り、接戦を粘り強く戦い抜く試合が続いています。二つの負けは、2015年に IBF 世界スーパーフライ級王者だったゾラニテテに挑戦して、8回にダウンを奪われて TKO 負けした試合と、2018年に IBF 世界バンタム級王者決定戦で、あのエマニュエル・ロドリゲスに初回にダウンを奪われて判定負けを喫した試合です。そして、あのカシメロへの2度の挑戦が流れて、カシメロの代役となったジョナス・スルタンとの WBO 世界バンタム級王者決定戦に臨み、3対0のユナニマスディシジョンで判定勝利を収め、2022年4月、ようやく念願の世界王者に上り詰めました。それでは、エマニュエル・ロドリゲス戦を振り返って、バトラーを解体していきたいと思います。やや前かがみの構えで、両手のガードを常に高く上げているのが特徴で、勤勉に小さく頭を動かして、パンチを外す動きを忘れませんが、パンチを予測して頭を動かしているのではなく、自分の動きのリズムの中で頭を動かしている感じで、相手のジャブに反応して瞬間的にパンチを外す能力はあまり高くはなく、ロドリゲスの鋭いジャブに反応できないシーンが目立ちます。止まっている状態では簡単にジャブを被弾します。動作の大きいパンチにはしっかり反応できています。今のシーンでは2連チャンでカウンターを狙われています。近い距離なのに不必要に前足を大きく上げて、不必要にステップインしてジャブを打っています。もう一度同じ動作で出したジャブも当然見切られて、カウンターのジャブを浴びています。さらに大きく踏み出して出したジャブも当然見切られて、今度は危うく右クロスを被弾するところでした。
Big positive. It's always... So... The word is, he wasn't feeling great. Around the time Liam Smith got ill. ジャブの差し合い。ロドリゲスがノーステップなのに対して、バトラーはステップをしているので、一瞬遅れます。And pulled out of his fight, his world title tilt.頭を動かしている最中はジャブは外されますが、頭が止まったタイミングを狙うとヒットします。井上選手は頻繁に動くバトラーの顔面に的確にジャブを当てるタイミングと精度に磨きをかけてくると思います。Very good body shot. Nice right hand place just below the left. ここからダウンシーンです。お互いの攻撃のコンビネーションとタイミングが偶然にも全く同じになった瞬間に起きたダウンです。ここまで完全に2人の動きがシンクロするのは珍しいかもしれませんね。踏み込みながら上体を左にねじって左アッパーを打ち出します。アッパーは両者ヒットせず、この直後、決め打ちの2発目の左フックを両者同時発射です。着弾もほぼ同時ですが、ロドリゲスのフックが完璧に顔面を捉えているのに対して、バトラーのフックは少し手前を通過してしまいます。どちらも相手のパンチは見えてなかったと思います。ほんの数センチのわずかなパンチの精度の違いが、致命的な結果を招くところがボクシングの怖さですよね。懸命に足を使ってポジションを変えながら追撃を逃れます。And the legs look solid. I mean, it's round one, but this is really bad. Big punches to the head. パンチではなく、足がもつれて倒れてしまいますが、レフリーはダウンの判断です。First ever world title fight. The referee, and it might not last long. Quality opposition coming on stock here. They're terrible in the first. IBF は3ノックダウン制なので、あと1つのダウンで KO 勝ちですが、ロドリゲスは無理はしませんでした。Punching with the intentions and accurate too.Butler needs to move. He's moving the right direction, but he needs to keep going and just keep out of his way and try and see this round out. Last 10 seconds here. 左ボディの内割りにカウンターの左フックをヒットしますが、キレは感じられません。低い姿勢からボディをこう出しますが、パワーレス感は否めません。皆さんにはどう映りましたか？足を使ってポジションを変え、上下左右に上体を動かしているので、波の選手ならバトラーの守備を崩すのは簡単ではないと思いますが、決してパンチを見切って動いているわけではなく、自分自身のリズムで頭を動かしていることが多く、その動きの癖や動きが止まるタイミングさえつかめれば、ロドリゲスや井上選手のようにモーションが小さく、かつ鋭く伸びるジャブが打てる選手にとっては、難なく崩せる相手のように私には見えました。また、ステップインの動作が大きいので、その入り際をついて、バトラーがパンチを打つ前にカウンターを取ることも、井上選手なら十分可能ですよね。この試合は、2ラウンド目以降もずっと同じ展開になり、ロドリゲスの鋭いジャブとストレートが最後までバトラーの顔面を捉え続けました。2人のジャッジが12ラウンドすべてをフルマークでロドリゲスにつけたくらい、ワンサイドの展開で、バトラーには相手に応じて自分のスタイルを修正する能力は備わってませんでした。会見で、バトラーの警戒すべき点について答えに詰まった井上選手ですが、このロドリゲス戦を見た限りでは、私にも警戒すべき点は見出せませんでした。それでは、12ラウンドを通して、バトラーのパンチがクリーンヒットしたシーンをピックアップします。ロドリゲスは、カウンターのスピードとタイミングは、井上選手に匹敵する素晴らしいものがありますが、ディフェンス面でルーズなところがあり、そこをバトラーが捉えているシーンが多い印象です。Who's a quality operator? Noya Inoue, menacing punches. Concentration, hasn't he? He's going to Paul Butler, almost at will. Fighters. Showcase, which is what it's looked.But these bantamweights don't tend to...
the statistics beforehand, and the reach was pretty. Yeah, like the self-belief. He got a lot of criticism for. You know, it's hard. 12ラウンド通して見ても、目立ったシーンはこれくらいでした。スピードも、パワーも、技術も、特筆すべきものは感じないですよね。反対に、ロドリゲスの構成のシーンをピックアップして比較すると、いかにワンサイドだったのかがお分かりいただけるかと思います。Can he get any sort of keep taking shots like that, this Puerto Rican? One of those excitement about him. Butler back with a combination. And Rodriguez. But people around him are coming up at the end of May. It's a hot. It lands and it's just not going to land. There's nothing about. He's got the center of the ring point. In this very arena, Rodriguez, the only one that could take it up a level, and he's starting to enjoy. Right hand from Paul Butler. Clever with his distance. Butler is getting picked off here. Junior silver medalist as an amateur. Yes. And he's got plenty of 12 seasoned, and he. Rodriguez, because he's just getting in front of him. Is that sensible from Rodriguez? Joshua watched a lot of that. Determined here, Butler. William. Joe Gallagher. Self open, isn't he? That's. And he got a one in his punch race. And again, he looks to hunt down. To grip this out, he's couldn't he in between rounds, but he's one still believes here. The bravery is admirable. So, for the first round, you know, of his seven from start to finish to Rodriguez, not take too many risks. Double jab and a right hand, trying to loop the impossibleness. Can he close? Well, I mean, Rodriguez is plenty of heart and gut, but still, it's been brilliant. The lighter weight fighters. Paul Butler coming in for this final there, giving Paul don't there that says why as a man you're a good fighter. 27. このチャンネルを見ていただいている方なら気づいているかもしれませんが、バトラーは中間距離からのまっすぐ系のパンチをもらいまくってますよね。ガードは高いんですが、左右のガードが少し横に開いているので、フック系のパンチには対応しやすい反面、真ん中が少し空いているので、そこを正確に突く高い技術がある選手が相手だと、なすすべなく被弾してしまうという弱点が見えますよね。ロドリゲスのような、そういう高い技術を持つ選手は、バトラーにとっては最も相性が悪く、フック系が得意な、例えばカシメロのようなタイプの選手には相性がいいかもしれませんね。この試合だけを見た方は、きっとバトラーは弱すぎると感じると思いますが、決してそんなことはなく、ロドリゲスの技術が突出しているだけで、バトラーもバンタム級のトップレベルにいる選手です。世界タイトルを取ったスルタン戦では、インファイターのスルタンの凡庸なジャブやストレートをほとんどもらえませんでしたし、得意のフックにも高いガードでうまく対応できていました。左右のフックは豪快に振るってきても、まっすぐ系のパンチが平凡なスルタンのような選手の攻撃には、非常にうまく対応しながらカウンターを合わせることができる選手なんですよね。ロドリゲスとスルタンのジャブやストレートの違いがよくわからない方もいるかもしれないですが、ハンドスピードに大差はなくても、ガードの真ん中をすり抜ける精密なジャブのコントロールができなかったり、パンチの打ち出しの距離が微妙に遠すぎたり、前足の踏み込みの動作が大きすぎたり、右を打つ際の体の開きが早すぎたり、ロドリゲスと比べると一つ一つの動作に無駄な部分が多いので、バトラーに対応する余裕が生まれるんですよね。Big left hand from Sultan, he's batting down. Pushering. Big right hand from Sultan. He's to get back on his. A little bit more success from Paul Butler. Landed the jab and then the right cross. Heads came together, a touch there. As they look to trade in the centre of the ring. Looks to get close to land those big overhand bombs as he trades off. But Sultan getting closer. では、井上選手はどうでしょうか。もうお分かりですよね。予備動作なく放たれる鋭く強力なジャブやストレートは、確実にバトラーの顔面のど真ん中を打ち抜くはずです。バトラーを高速ジャブとストレートで圧倒したロドリゲスが相手でも、井上選手は初回からキレキレのジャブとストレートを浴びせて主導権を握りましたよね。バトラーがたとえどれだけディフェンシブに来たとしても、井上選手のこの攻撃を回避できる可能性は限りなくゼロに近いと断言したいと思います。ワンツージャブがガードのど真ん中を強烈に貫きます。井上選手といえば、必殺の左フックや左ボディの印象があまりにも強すぎて、ジャブの凄さが大きくは取り上げられていないと思いますが、バンタム級では随一の技術とパワーです。ドネアとの一戦目の
あの左フックを食らうまでを振り返ってみても、実はこれだけの鋭いジャブを強打してるんですよね。ジャブっていうのは、とりあえず出すだけなら一番簡単なパンチなのですが、ジャブ単体でクリーンヒットを奪える武器として使いこなすのは相当難しいパンチなんですよね。バトラーがディフェンシブに来ようものなら、この鋭利なジャブが初回からバトラーのガードをすり抜けて顔面を跳ね上げ続けると思います。井上選手が上手いんで、はい、やってきました。本当に左が長いジャブだ。左だ。さて、試合の展開予想ですが、井上選手はバトラーのディフェンス力を最大限に過大評価して長丁場を想定しているんだと思います。私もバトラーの攻撃力では井上選手とまともに打ち合うことは、本人がそうしたいと思ったとしても、実際にリングで井上選手と対峙して強烈なパンチを体感した瞬間に、それは無謀な行為だと悟るような気がするんですよね。ですからバトラーがディフェンシブに来る確率はかなり高いと思います。井上選手は12ラウンドの枠の中で確実に倒しきることをイメージして試合に臨むはずです。ジャブで確実に終わらせて、足を使うことや上体を動かす余裕をなくし、同じポジションでガードを固めるしかなくなったところに必殺の左ボディで悶絶 KO という絵も浮かびますし、苦し紛れに返してきた左フックを外しながらカウンターのカウンターで左フックを合わせて失神 KO なんていう絵も浮かびます。過去23戦で相手が最も守備的だった試合、アントニオ・ニエベスがリング狭しと逃げまくった試合では、ニエベスが6ラウンドで白旗を上げたことがありましたが、私はバトラーが選手防衛できたとしても、まだまだ進化して強くなっている井上選手なら6ラウンド以内に KO できると思います。できれば今まで見たことがないジャブやアッパーでのダウンを見てみたいですが、それは贅沢な注文ですよね。やっぱり最後は世界一の左フックか。横っ腹を強烈にえぐる左ボディのような気がします。ご視聴ありがとうございました。ボクシング解体新書でボクシングを100倍楽しみましょう。